バナオ。さあ、そしてバナオが登場。はい、タイトルは。さすがに竜で。あと8人残ってるって言ってましたからね。あとね、6人ぐらいだよ。6人ぐらいですか。バナオ、チャコ、ヒガ、マギ、トミナ、5人だ。はい、5人。5人残っていると。さあ、そんな中、クロドはこのネクロでどういった動きを見せるのか。アローゲン。アローゲン。キープ。それに対して、タチチューパン、エンチューパン、アローゲン。さあ、しかし、クロドはこの画面端でかなりのダメージを奪っているが、中足、あれ、からさぎ。これはかからない。これはあれなんですか、真空なんですか、吐くんじゃないですかね、でも。吐くんないのかな、電磁じゃないのかな、吐くんと思うんですけど。さあ、中盤。さあ、真空選んでますね。はい。さあ、バナは真空を選んでいるが、まあね、ネクロに対しては電磁と真空、まあ、両方とも使い分けている。まあ、バナオさんは使い分けていますね。エレクトリックスゲー。これに対しての逆転に嫌なのが難しい。さすがに、には電磁入ってなくて。電磁系、大足タッチ中盤。マジか。タッチパン、中盤、これがドギーに対して非常に強いタッチパン。ドリルから投げしっかり決まって、黒田レギュラー一緒だと先生。開幕進化のゲーム。中足。波動拳。さあ、バナは必要なまでに波動拳を打っているが、まあ、やはり剣でも竜でもこの波動拳を打って飛ばせるスタイルというのが、まあ基本的には竜でネクロをやることの一つらしいです。波動拳。さあ、今のドリルに対してバナをどういったアプローチを考えていたのか、ある程度考えていたと思うんですが、なかなか今の距離で速いドリルを出した時に反応していけなかった、そういった状況になっていたのかもしれませんが、ここはエレクトリックスリーク、今のバナをしゃべろうと言ったの。中盤、波動拳。波動拳。波動拳ブロック、エレクトリックスレーク。今度は距離をよく見ていた黒田。投げて、はい、黒田が近づいてきて、そこは勝利を取って返そうと。だが、しかしここはゲージをたまり腐る。さあ、黒田ゲージがないからこそガードを頑張っている。中盤、EX 波動拳、コートはバラオン。ここで頑張りたい、EX 波動拳。中足、リープ、マイタケ2回通していってバナが1ラウンド取り返している。バナやるの、いいよ、全然いいよ。非常に黒田のリズムに付き合いながらもうまく立ち回っているバナなんですが、アローケンブロワれてエクトリックス、あっと、速攻、これが決まらず。ああ、投げ上げラップしている、エンチューパー投げはサイドグラップしてきたが、しかし追い詰められている。体力的に何か出さないといけないか、バナを。さあ、投げが入らない、入らない、黒田をめくろ。投げ前で近づくことすら困難なんですが、はい、そうだね、あ、だから電信じゃない、こいつは投げられてる。近づかれた時に投げからの電信が強いな。やはり黒田は非常に守備力が高い。そっかそっか、空ジャンプ投げも抜けている。 EX 佐々木、これうまい選択肢、投げて、おっと、